どうも、うずです。何気に、もう何回目になるんだ、これ結構やってるね。オクトパストラベラー、オクトパストラベラーの60時間超えたので、60時間感想動画いきたいと思います。まあ、なぜかね、このシリーズ人気で人気なんですよ、結構人気なんですよ、このシリーズ。おっさんのオクトパストラベラーのその10時間ごとの感想を聞いてもね、どうかなと思ったんですけど、意外と好評なので続けております。はい、今回ね、ある意味今回区切りなんですよ、ね、なんで区切りかというと、はい、ちょっと画面に切り替えましょう。はい、なぜ今回が区切りになるかというと、ここですね、ここ見ていただくと分かるんですが、旅の記録メインストーリー、このメインストーリーを全員終えております。それなので全員の物語は一旦全て終わっております。で、終えるのに大体私の場合で58時間ほどで全部終わりました。で、その後ちょいちょいと、続けながら、今ですね、ジョブの方も、ここちょっとね、あんまり先になんかネタバレされたくない方っていうのは、見ない方がいいかもしれないんですが、ジョブが一応全部揃っております。で、揃ってるジョブがですね、このルーンマスターっていう、職業、あと武芸家、あとこっちか、星読み人。と、あとは何かあったよな。あと、あれ？あとなんだ？あと一人いなくね？あ、魔術師だ。魔術師まで揃ってますので、全部の、ジョブも全て手に入れた状態になっております。で、それをちょっとやりながらで、今レベルが70超えてきてる状態で、メインのキャラクターが。で、時間のが63時間超えてますね。で、オクトパストラベラー60時間超えて、まあ、ずっと楽しいんですけど、まあ、中には多くの方がね、ちょっと言ってる、戦闘が途中にだるくなるとか、ストーリーがちょっとね、マンネリしてきたとか、前回の動画でも言いましたが、あったんですけれども、ただ今全部の物語を終えて、60時間超えたところで、さらにちょっとね、楽しくまたなってきました。ほんと長時間、こう、楽しませてくれるゲームだなと思いまして、で、なんでまた楽しくなったかっていうと、その上級職を最近手に入れて、4つの職業。で、それによってまたパワーバランスが変わって、すごい強力な技が使えたりとか。で、アビリティをこれつけるとこうどうなるんだろうなっていうのをちょっと模索しながら、なんか倒してなかったボスを倒しに行ったり。で、この先にちょっとまたボスのね、連戦があるみたいなんですけど、そういったところの戦略を練ったりっていうのがすごい今楽しい状態ですね。で、これも前回言った話なんですけども、ボス戦に使う、体力のね、回復の限界突破っていうアビリティのおかげで、各ボスが楽になったというのもあるんですが、まあ最近だと、ちょっとまた画面変えましょう。はい、じゃあ画面の方にまた戻したんですけど、この例えばトレサちゃん、このトレサちゃんが今ですね、ジョブが、ルーンマスターにしてるんですけれども、このアビリティのところにトレサの場合は、ちょっと最後まだ開いてなかったんですけど、この拡散のルーンっていうのがルーンマスターにありまして、使用者は自身のみに効果がある技を全体化する効果を3ターン得る。これがすごい強くて、これを使った後に、この緊急回避、なんと全ての物理攻撃を回避できてしまうっていう、ちょっとね、コンボ技があるんですよ。で、これを使って、ちょっとね、他のゲームチャンネルの方で上げた、珍しくね、オクトパストラベラーの動画上げたんですけど、ボスを倒すときにすごい役立った戦闘シーンがありますので、ちょっと気になる方はそちらのゲームチャンネルのオクトパストラベラーの戦いを見ていただけると分かりやすいと思います。ともかくその、アビリティの組み合わせで、結構いろんな戦い方、難易度が変わるっていうのが楽しいですね。その地図が動いてるのがかっこいいよね。世界地図がね、こうね、船とか動いてたりね。なんかすごい雰囲気いいよね。で、60時間超えてあと何するのかっていうと、まあサブストーリーだね。今までやったかったサブストーリーの消化と、で、そのサブストーリーを消化してたら、なんかちょっとね、大きめなイベントがまた出てきたので、なんだっけ、フェニスの門。なんかそういったところに行って、なんかちょっとね、やってみたんだけど、セーブができない場所で、なんかボスの連戦みたいなのがあって、ちょっとまだ無理だと思ってアイテムも揃えてなくて、なんでちょっと今諦めてレベル上げやってるんですけど、ただその中でボスを倒すと、そこのね、なんかボスの集合体みたいなマップのボスを倒すと、なんか今まで明かされてなかったストーリーがちょっと出てきたりして、これを全部終えてオクトパストラベラーは物語の完結になるのかなっていうふうに感じてます。ただこれを終えるのがちょっと大変そうですね。すごいなんかボス、8体ね、なんか魂みたいなの浮いてるからね、それと最後になんか倒すんだろうね。ちょっとね、だから連戦で9戦、10戦するんかな。ちょっと厳しい感じがします。で、今回、私の方は、オクトパストラベラー各キャラクターのメインストーリーは終えたんですが、プレイされてる皆さんはどうでしょうか。
プレイし終わったり、まあ、途中で、何のキャラが気に入ってて、どんなイベントシーンが気に入ってるっていうのがあったら、ぜひコメント欄の方にコメントを寄せていただけると嬉しいです。で、私自身は、オルベリクですね。オルベリクが結構やっぱり楽しくて、もう本当にね、単純なやつが好きなんで、あの友情があったりとか、第2章でそのトーナメント形式のイベントがあるんですけど、それがちょっと楽しかったりとか、オルベリクはすごい楽しくきちっと遊べたと思います。で、まだまだ私のオクトパストラベラーの冒険が終わってない状態なんですが、この後も70時間ね、超えるようだったら70時間感想動画最後に上げて、またお付き合いできる方はお話の方お付き合いいただけると嬉しいです。で、一区切りついたオクトパストラベラー、まあ、いろんな、ね、方のご意見があって、本当に、ね、評価が分かれるゲームソフトなんですけれども、私にとってはもう古い本当に学生時代の思い出、ファイナルファンタジーとかロマンシングサガかな、あのあたりの、ゲームの思いをすごいね、思い起こさせてくれて、思い出させてくれて、非常に楽しめましたし、まだ楽しめてます。だからオクトパストラベラーはね、多分よくあるんですよ、あの、まあ、売っちゃったりね、そういうことするソフトもあるんですけど、オクトパストラベラーはずっと残すゲームになると思います。まあ、スイッチとともに。ということで、本日の動画を終えたいと思うんですけれども、普段からあのこうゲームの話だけじゃなくて、最近ちょっとカメラの話がね、多いんですけれども、雑誌 の, あ の, 小, 学校 の, あの小学館のダイムさんとちょっと協力させていただいて、各種新ガジェットとかね、紹介もさせていただいているので、ちょっとそういった電子物とかゲームとかが好きな方、他の動画もちょっと見ていただいて、気に入ったらチャンネル登録の方お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。はい、でまた最後オクトパストラベラーの画面にさせてもらったんですけれども、アイテムなんですが、これ面白いよね。これもちょっとまあクリア後、クリア直前、クリア後のアイテムになるのかわからないんですけど、手に入れたアイテムの中でこれ、体調のバッジ、エクスペリエンス獲得量プラス、経験値がね 1.5 倍になるんだったかな、これと、あと合わせて誰だったっけ、これか、友情のバッジ、これもね、あのジョブポイント獲得量をプラスしてくれるっていうバッジもあって、こういうのもサブイベントで手に入れたアイテムなんですけど、なんかこうゲームクリアしたりねしても、こういったアイテムをまた集めるのが楽しいゲームなので、よいしょ、装備品とかもね、なんかいろいろ禁断シリーズとか、あと歴戦シリーズでしたっけ、歴戦の剣とかすごい強い武器があって、こういうの集めるのは楽しいので、ちょっとまだまだやれることがありそうです。そういうね遊び方が好きな方にはやっぱりね、たまらないゲームなんじゃないかなと思いました。はい、以上です。